皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。会ってよかった。いつもの場所に。このチャンネルでは中国三峡ダムの最新情報と気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。8月30日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、今朝4時の時点でダムの水位は152メートル56、おとといと比べると70センチ近くの下げとなっており、ここのところ低下傾向が続いています。なお、今朝8時の時点で当局のサイトは4時から更新されていません。ウェブサーバーがダウンしているだけならいいのですが、情報連携しているはずの湖南省水門局のデータも更新されていないのが気になるところです。ダムの貯水側から見ると水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の午後3時の時点、上流の寸丹観測所の流入量は毎秒1万600立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒1万2300立方メートルでした。差分については毎秒1700立方メートル。おとといと比べ、上流の寸丹観測所はマイナス800で、三峡ダムも700減りました。長江上流では大雨はなさそうなので、しばらくこの状態が続くでしょう。一方、今朝4時の放流量は毎秒1万4300立方メートル。計算上は 46% の発電状況で、15基前後の発電用タービンが稼働しているのではないかと思われます。今月28日と比べるとプラスの200ですから、ほぼ変わらずです。中国の湖南省水門局発表の三峡ダムに関する情報を確認します。黒で示す放流量は今月24日から、下限はそのまま、上限を増やした運用でキープしています。時間帯により放流量を上げ下げし、ある意味メリハリの効いた操作です。緑のラインの流入量はほとんど変わらず、下がりきった状況となっています。このため、今後しばらく増水することはないかと。1日のトータルで見れば、流入量よりも放流量が多いため、ダムの水位はじわりじわりと低下しています。西安チャンネル。さて、現在の水位が152メートルあたりであることは、冒頭にお伝えした通りです。こちらは2015年から今年までの三峡ダムにおける水位を示したグラフで、マクロマイクロが公開しています。ご覧の通り、毎年6月には最低ラインまで下げ、洪水シーズンが終わると上限の175メートルまで上げるというルーティーンを繰り返しています。逆に145メートルよりも下には下げられませんし、175メートルより上にもできません。その理由は、三峡ダムを通過する船舶用の設備に制約があるためです。たまに、ダムの水を抜いたらどうかというコメントをいただきますが、運用上、それはできないことになっているのです。話を戻して、過去の実績を見ると、大体、薄い緑のあたりで、上げ下げして洪水調節しており、今年が、例年とはちょっと違う範囲にあることがわかります。振り返ってみると、2020年に大洪水が連発した時がありましたが、その年と今年は似ているようにも見えます。現在は赤ポチのあたりで、今後、再び上昇するのか、それともこのまま、いつもの年のように水位が下がるのかは気になるところ。もっとも、今の兆候の状態を見れば、このままフェードアウトしそうな気がマンチクリンですが。ウィンディで、12時間の実績を見てみます。こちらは昨日の夜8時までの様子。南の沿岸部で雨雲が見られるほかは、ほとんど雨が降っていない模様です。当然ながら、三峡ダムのある長江流域では、上も下もカラカラ状態。今年は度重なる洪水が注目されましたが、実は7月、8月と高温続きでしたから、農作物の収穫に大きく影響しそうです。次に、今後の予想を見てみましょう。いつもの通り、三峡ダムの周辺と長江上流における強めの雨はなさそうです。今日の三峡ダムの天気は、最高気温が37度、最低気温が25度で晴れの予報。ここのところ、長江流域ではドキドキするようなシチュエーションがないですね。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。靖国、落書きの男、中国で拘束、別件の恐喝容疑、時事通信が伝えています。
記事によると、靖国神社の石柱に英語でトイレと落書きされた事件をめぐり、中国メディアは27日、浙江省杭州市の公安当局が実行役とみられる男を拘束したと報じたとのこと。神社の事件とは別の恐喝事件に関与したとされます。男は中国籍の唐光明容疑者で、5月31日に別の男2人と共謀し、神社名を記した石柱にスプレーで落書きした疑いが持たれています。唐容疑者は6月1日に日本から出国しており、警視庁公安部が器物損壊と礼拝所不敬の疑いで指名手配しました。以上、靖国、落書きの男、中国で拘束、別件の恐喝容疑についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ。インバウンドが好調で旅行業界、ホテル業界に活気が出ること自体は喜ばしいことですが、残念ながら最初から悪いことを企んで入国する輩もいるのは事実。先日、大阪では貴金属店が白昼堂々と襲われ、止めようとした店員の方が亡くなったという事件もありました。また、観光ビザで来日して、そのまま不法滞在する奴らと、そこには仲介ブローカーがいると言われているので、特定の国については当面、入国検査を厳しくすべきではないかと。やすやすと、犯人が海外に逃げられる現状ですから、入ってくる間際にストップをかけないと、今後ますます犯罪は増えるでしょう。時間とコストはかかるものの、最終的には人数制限という手段も視野に入れた方がいいと思う、今日この頃です。日本の気象状況について確認します。今朝8時までのレーダーの実績。居座る台風10号、日本列島の広い範囲で雨雲が出ています。特に遠く離れた関東、東海地方でも強めの雨になっているかと。ニュースを見ていると、台風はとりあえず東に進むものの迷走状態。今後も大雨に厳重警戒ですね。ダム建設前、砂がたまる大砂問題への対応策として蓄積排根という考え方があちらにはあったようです。きれいな水をため、洪水シーズンにドバドバと流せば泥も一緒に流されて全て解決ですと、にわかに信じられない論理が当時はまかり通っていた模様。大雨シーズンにこそ水をためて一定の範囲内で洪水調節するという本来の目的とは真逆の理論。いくつか対策を絞り出し、何としてもダム建設を推進したかったのでしょうが、よくよく考えると破綻しています。蓄積排根の他にも、中国ではたくさんの4文字スローガンがあります。豊富な南部の水を慢性的に水が不足する北部へ送るという南水北調、最近よく聞こえてくる共同富裕、西で作った電気を東部の沿岸部へ送る西電闘争、同じく天然ガスをパイプラインで送付する西気闘油、改革開放、そしてあの一帯一路など、もう4文字だらけです。人民に広く知らせるには、短い4文字をスパムのように連呼するのが一番と伝統的に考えているのでしょうか。きらびやかに宣伝する工作活動の裏には、闇も背中合わせ。もっとも、あちらは光の部分しか表に出しませんが、三峡ダムのまとめ動画をアップしています。たまに話題になるけど、三峡ダムって何？一体何が危険なの？など、初見の方にも分かりやすい内容となっています。概要欄にリンクを載せていますので、ぜひ一度ご覧ください。夏も終盤となり、今年も24時間テレビが放送されるようです。去年、山陰のテレビ局、日本海テレビで集められた寄付金を局長が着服し、クビになった事件が発覚。番組の根幹に関わる問題だけに、その存続自体がいろいろ議論されることに。そういうこともあり、サブタイトルが「愛は地球を救うのか」とふざけたものになったようです。前から言われていることですが、司会をはじめ出演タレントがギャラをもらっていると言われており、海外では考えられない状況が長年続いてきたわけです。局アナは会社の方針ですから仕方ないにせよ、出ている人間はジャニタレやお笑い事務所のご利用し芸人、それに群がる制作関係者。そんなに無理してマラソンする必要ありますか？趣味程度でしか走っていないタレントが極限に挑戦して何になるんでしょう。なんとか感動させたいという演出が見え隠れするチャリティーはいらないと思うのですが、この番組、皆さんはどう思われますか？ここまでご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思われましたら、グッドボタンを。ああも一つやなと思われましたら、バッドボタンをお願いします。YouTube の仕組み的に、グッドでもバッドでもアクションがあるのが良しとされるようです。お手数ではありますが、どちらでも結構ですので、一手間いただけると幸いです。引き続き、最新情報をお伝えしていきますので、
チャンネル登録もよろしくお願いします。